二人とも飯抜き。ああ、親父も空気読めよな。ああなったら母ちゃん譲らねえの分かってんじゃん。当然だな。だとしたらなんであんなのが見えんのか突き止めねえとダメだろ。お前が母さん怒らせるからだぞ。怒られてたのは父ちゃんもだろ。さて、ひまわりも大丈夫そうだし、父ちゃん仕事を残してきちまったからな。そろそろ戻るか。一緒に飯でも食いに行くか。わぎその鬱陶しい独り言やめろよな。あとどのくらいかかんのよ、留置堂ってとこまで。なんでこんな苦労してまで行かなきゃならないんだよ。食料の調達でもするかな。そういえばアクタは何か食べさせたりしなくて。そうか。で、石探しは順調か。それはもちろん。で、三日三晩飲まず食わずってわけか。それに見ろよ。心の石探しがこんなに大変だなんて思わなかったな。あれはどう見ても見つけられっこねえぜ。これって大食いなのか。見てたら腹減っちまった。もっとちょうだい。あ、ほーら、ほかほかの肉ってばさ。教え子も出場していると聞いてな。ここは元担任として見守ろうと。いや、そうじゃなくてね、やっぱそれさ。腹が減っているのか。悪いが、この君、これ食べたいのかい。あ、お腹壊さないでね。超激辛バーガー、まさか食えるなんて。